隣の韓国がやっちまったみたいだな。なになに、一体何があったの？韓国のボギマンの強襲揚陸艦の性能がどえそ公表していたものとは全く違うらしいんだよ。軍事評論家や軍事マニアの間では笑いものにされてるみたいだぜ。また日本と張り合って大きなこと言ったんじゃないの？日本に張り合ったのかどうかはわからないけど、ちょっと面白そうな話になってるよね。韓国海軍の強襲揚陸艦マラドという艦船なんだけどね、2021年6月に就役したんだけど、公表していたスペックとは異なっていて、なんとも幸先が悪い就航記念式になったみたいだよ。最初からスペックを偽って発表してたのか、結果的にそうなってしまったのかでは、話が違ってくるからな。一体どういうところがダメだったのかな？そうだね、今回は強襲揚陸艦マラドとそれに対する韓国政府の対応について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国海軍の強襲揚陸艦は輸送艦ドクトの同型艦としてマラドが2021年6月に就役したんだ。ドクトの2番艦として就役記念式典が行われたんだけど、せっかくの式典に色々ケチがついてしまったね。このマラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長199メートル、全幅31メートルと一回り大きいサイズになってるんだ。乗組員数はドクトが450名に対してマラドは330名と少人数での運用が可能とされているよ。多少大きくなった程度であんまり違いがなさそうに感じるよな。日本の揚陸艦と比べてはどうなんだ？そうだね、速力だけで比べるならば、両艦とも海上自衛隊の出雲の30ノットと比べると22ノットだから低速だけど、大隅型輸送艦と比べると同じくらいの速力になるね。マラドの飛行甲板には日本の出雲型護衛艦と同じように、ヘリコプターのは着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプターの離発着が可能になっているよ。それと、垂直、短距離離発着機の運用を可能にするために、飛行甲板の耐熱処理が施されているという話なんだけど、その耐熱性能が、オスプレイの発着ができる程度の性能であって、F-35B 戦闘機の離発着に耐えれる程度の耐熱性能があるかどうかは、疑問視されているようなんだよね。その、耐熱性能が当初の性能とは違ったってことなのかな？もともと F-35B 戦闘機を艦載する予定だったんだよね。耐熱性能の不足で F-35B が艦載できないんじゃ話にならないよね。それもそうなんだけど、もちろんそれだけじゃないよ。ヘリコプターの格納スペースも現状のままでは、2、3機艦載できる程度のスペースしか確保されてないみたいで。実際に F-35B を艦載するとなるとかなり大きな改修工事が必要になってくるんじゃないかな。やれやれだな。このままじゃ強襲揚陸艦として運用できないんじゃないか。どこをどう考えて建造したらそうなるんだよ。本当にそうだよね。開発計画の段階でなんでこうなることがわからなかったのか不思議に思うよね。それじゃあもう少しドクトとマドラについて見ていこうか。艦体の大きさ以外での違いは、防御システムの違いがあるよ。ドクトにはオランダ製のゴールキーパーが2機装備されてるんだけど、マドラにはアメリカ製のファランクス2機に変更になってるんだ。ドクトに装備されていたゴールキーパーは甲板上のヘリコプターが、射角に入ると間違って迎撃してしまうという不具合が発生するという、全くシャレにならない欠陥品だったと言われてるんだ。搭載していたミサイルについてもドクトにはアメリカとドイツの共同開発のミサイルが搭載されていたんだけど、マドラには国産ミサイル発射装置が搭載されてるんだ。おいおい、マジかよ、ゴールキーパーら味方のヘリを間違って攻撃してしまうってことか、やばすぎるだろ。まあ当時のゴールキーパーもまずかったんだけど、この洋艦に今後搭載される予定の国産の艦対空ミサイルも色々と話題は尽きないよ。2019年から量産が始まった艦対空ミサイルなんだけど、韓国の独自開発ミサイルなんだよね。このミサイルは開発段階から問題が多くて、性能評価試験では韓国海軍は命中率 90% と公表していたんだけど、試験の基準が、敵の対艦ミサイルの撃墜を想定できる性能にまで達していないことが分かったんだよ。だからさ、一体なんでそんなことになるのかな？開発段階で、そこに気づかないのはおかしいでしょう。そんなの全く兵器として機能していないよね。大体ね、この性能評価試験にも問題があって、対艦ミサイルはレーダーの捕捉を避けるために海面スレスレを航行して接近するんだけど、
この試験では目標を30メートル以上の高度で設定していて、しかもミサイルの速度も通常のミサイルの速度に設定して行われたそうなんだ。試験自体はコンピューターシミュレーションによるものだったんだけど、超低空を飛んできた目標には一発も命中しなかったみたいで、命中率を虚偽の報告を上げたらしいんだよね。この試験結果に関しては韓国国会でも問題になったそうなんだけど、韓国海軍はお粗末な性能しか発揮しないミサイルを開発は完了したと宣言したらしいんだよ。もうめちゃくちゃじゃないかよ。韓国らしいといえば韓国らしいけどよ。こんなんで自国の防衛は大丈夫と言えるのかよ。とても大丈夫とは言えないよね。実際にアメリカでも射程を最大50キロまで伸ばした防衛用の最新鋭の対空ミサイルが開発されているし、日本の護衛艦にもそのミサイルが搭載される予定なんだ。中国のアメリカのミサイルには少し劣るが射程40キロの中距離艦対空ミサイルを搭載している。韓国独自開発のミサイルは、時代遅れの産物で近距離防衛しか役に立たず、国産化にこだわったばっかりに韓国海軍は自ら戦力低下を招いてしまったことになるよね。韓国は隣に世界で最も危ない国があるのに、そんなんで大丈夫？自国開発にこだわらずにアメリカに頼ればこんなことにはならなかったんじゃない。日本に負けたくないのはわかるんだけど、日本に対抗して F-35 戦闘機の導入も予定してるんでしょ。このままですんなり導入から運用までできるのかな？そうだね。韓国は日本の出雲の軽空母化に触発されて、軽空母の建造を決定したんだけど、その開発ノウハウは、ドクトとムラドの運用から得られると言っているようなんだけど、そもそも間違ったノウハウでは軽空母建造も先が思いやられるよね。間違ったノウハウや、また同じようなミスを繰り返すんだような。実はもう一つ韓国には頭が痛い問題があるんだよね。軽空母が完成し F-35 を運用できるようになったとしても、F-35 戦闘機は一定の飛行時間や飛行距離ごとに大規模なメンテナンスが必要になるんだよね。しかし残念ながら韓国国内にはそれを行える施設や設備がないんだよね。F-35 の整備を行えるのは、国際整備拠点に認定された、アメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、オーストラリア、そして、日本の名古屋の三菱重工業になるんだ。もちろん、韓国から一番近いのは日本だよね。でも、韓国が日本に自国の戦闘機の整備を頼むとは思えないな。となると一番近いのはオーストラリアになるのか。それでもわざわざオーストラリアまで整備に持っていくのは、現実的じゃないよな。韓国が日本に整備お願いします。って頭を下げる方が現実的じゃないよ。レミもし日本で整備したとしても、絶対に難癖つけてくるから整備依頼は受けるべきじゃないよね。あれだけの最新鋭の装備が詰まった F-35 を整備なしで運用し続けることなんて無理だからね。有事が起きた際に整備不良で使えないじゃ話にならないからさ。揚陸艦、ミサイル、F-35 のメンテナンス、軽空母と韓国は防衛面に関して頭が痛い問題ばかりだね。今後どのように対応していくのか楽しみだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。ありが10匹ありがとう。あり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 がとう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 とう。
メリカにおいて、第6世代戦闘機のベールがいよいよ見えてきたみたいだね。次世代戦闘機は大型の傾向にあるって噂されているな。アメリカが携わる第6世代戦闘機か、期待しないってのは無理な話だよね。さて今回、このアメリカ第6世代戦闘機の開発に関わる計画 NGAD 計画の概要が少しずつ見えてきたから、その内容から様々な事象を考察していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも NGAD って何なの？ NGAD とはネクストジェネレーションエアドミネンス、日本語で次世代航空優勢を意味するんだ。航空優勢とは、制空権を確保することを視野に入れていて、味方の戦闘機や爆撃機などが自由自在に飛び回って任務を果たせる状態を確保することだね。制空権の確保により、地域における地上部隊の展開や、艦隊による海上作戦を遂行可能とする状況を維持できることを狙っているってわけ。逆を言えば、航空優勢を失うということは、敵機が戦場への空域を自由に飛び交う状況となり、自分が地上や海上への味方戦力の移動や展開に支障をきたすどころか、敵機により攻撃にさらされることを意味するぜ。そのために、世界各国では制空権の確保に直結する戦闘機の優位性を担保するために、様々な開発が行われてきたんだよな。戦闘機の優位性を確立するには、当然敵戦闘機の性能を上回る戦闘機を開発することが必要とされるよ。これまで、世界の戦闘機開発を担ってきたアメリカ、ロシア、EU、そして近年では中国が、より高性能の戦闘機開発に力を注いできたんだ。アメリカ空軍では F-22 ラプターの後継となる、次世代戦闘機通称 NGAD の開発に着手していて、2010年以降開発が順調に進められているものと言われているよ。すでにモックアップ機の存在や、テスト飛行の実施も噂されるなど、その出現が待たれているところだけど、別の見方ではアメリカ空軍は次世代戦闘機開発を諦めたとの憶測も飛び交っているんだ。そのような状況の中、2019年2月28日には、当時の空軍次官補のウィル・ローパー氏が、デジタルセンチュリーシリーズという新しい構想を発表したらしいよ。デジタルセンチュリーシリーズは長い年月と多額の費用を費やして1種類の新型戦闘機開発を進めるんじゃなくて、数種類の新型戦闘機開発を同時進行させて、継続して次々と新型機をロールアウトさせ入れ替えていく考え方を、アメリカ空軍の構想として提唱するものだね。この構想が実現すると、開発リスクを分散し費用を抑制することが可能となるものの、他国の状況に対応するだけの余力が生まれないことから、世界ではアメリカが第6世代としての NGAD 開発を諦めたのではないかとの観測が広がっていたぜ。そこに2020年9月、このウィル・ローパー空軍次官補が NGAD の実証機はすでに初飛行を終えていると明らかにしたことで、世界の関係者が驚いたんだ。さらに、2021年6月にはアメリカ空軍参謀総長のチャールズ・ブラウン大将がアメリカ議会での答弁において、NGAD は広いインド太平洋地域での運用を考慮されている。NGAD は F-22 よりも多くの兵器を搭載できる大きなペイロードと長い航続距離を備えたものになるなどと証言し、今までベールに包まれていた NGAD のスペックが初めて明らかにされたんだよね。この公聴会では、ACC 航空戦闘コマンド司令官のマーク・ケリー大将も証言をしていて、NGAD は大きなペイロードと長い航続距離を備えたインド太平洋向けのタイプと、航続距離の要求がないヨーロッパ向けのタイプの2種類が計画されていることを明かしていて、アメリカがデジタルセンチュリーシリーズ構想に基づいて、2種類の NGAD を開発していることが明らかになったんだ。各国では、アメリカの NGAD 超えを実現するため、現在の最新鋭世代である第5世代戦闘機に続く、第6世代の次期戦闘機開発を進めているよ。そもそもジェット戦闘機における世代の考え方は、現在において定着したものですが、その区分に明確な基準がなかったんだよな。そのため、第3世代までは音速を基準とした速度で区分されているのが実情だぜ。では実際に、世代の変遷について詳しく解説するよ。第1世代は、第二次大戦末期から1950年代のジェット戦闘機黎明機の亜音速の速度を持つ戦闘機を指しているんだ。代表的な戦闘機は、アメリカの F-86、ソビエト連邦のMiG-15がそれに当たるんだけど、この世代は朝鮮戦争において空中戦を繰り広げたことから、世界で初めてジェット戦闘機同士の戦闘が行われた事実が歴史に名を残しているよ。
次の第2世代戦闘機は、朝鮮戦争後の1950年代から1960年代にかけて登場した超音速戦闘機がそれにあたり、アメリカでは F-104、F-105、F-106、ソ連は MiG-19、MiG-21、スホイ7、スホイ9、スホイ11などが世代を代表する戦闘機となるね。この頃になると、いわゆる冷戦の名の通り、アメリカとソ連が直接戦争をすることはなかったものの、中東戦争など地域においてアメリカとソ連が覇権を争う代理戦争において、これらの世代の戦闘機が実戦に投入されたよ。1960年代からの第3世代戦闘機では、飛行速度ではなく兵器として実用化が進められた誘導ミサイルなど、搭載兵器や能力によって区分が変わるようになったんだ。アメリカの F-4、F-5、F-111、ソ連じゃ MiG-23、MiG-25、スホイ15。そして、フランスがミラージュ F-1 を開発してジェット戦闘機開発戦争に参加したほか、この頃より頭角を現し始めた中国が、ソ連製の戦闘機の技術をコピーした J-8、JH-7 を実用化することに成功しているよ。1980年代になると、ジェット戦闘機には長距離かつ広域を探索可能なレーダー、複数の目標へと同時に交戦が可能なアビオニクスを搭載する。最先端の技術と兵器を搭載し、複数の任務を同時にこなすことのできるマルチロール機が登場し、これらが第4世代に位置づけられるな。第4世代機は、2021年現在でも現役として運用されている戦闘機が多く、いわゆる近代化改修によって、多数のセンサーやレーダー、ミサイルを搭載するために機体の大型化が図られ、雷水力を発するアスターバーナー付きのターボ3ジェットエンジンが搭載されることで、第5世代機と遜色のないスペックを確保しているぜ。アメリカでは、F-14、F-15、F-16、SA-18 が第4世代となり、ソ連崩壊後に継承国家となったロシアでは MiG-29、MiG-31、スホイ27が開発されているな。またフランスはミラージュ2000、中国は J-10、J-11 などを開発し、先進各国と性能面で遜色のない戦闘機を開発することに成功しているぜ。日本においても、国産機 S-1 を開発してジェット戦闘機を所有するようになったが、その後の政治的事情もあり、第4世代機としてアメリカの F-16 をベースとして開発した F-2 戦闘機を現在でも運用しているってわけだな。このように、第4世代の中には近代化改修によってより強力な性能を担保され、第5世代と比べても遜色のない性能を有する戦闘機もあることから、専門家の間ではこれらの機種を第 4.5 世代と分類するケースもあるんだ。第5世代は、2000年代に登場する戦闘機で、レーダーに捉えられないステルス性を発揮する戦闘機として登場するものが多くなるよ。現時点で最新鋭と言えるこの第5世代戦闘機だけど、それに分類されるのは、アメリカの F-22 と F-35ABC、ロシアのスホイ57に中国の J-20 が該当するとされているんだ。だけど、ステルス性能において中国の J-20 は機体前方にあるカナード翼が、ステルス性を発揮する際の支障になっているとも言われ、第5世代に当たらないとする見方もあるんだよね。そして2021年になると、さらなる次世代として第6世代戦闘機の開発が進められているよ。第6世代はさらなるステルス性能の向上や指向性エネルギー兵器の搭載が主な特徴として挙げられているね。さらに、戦闘能力においては、クラウドシューティング能力の保有に加えて、無人戦闘機との連携による作戦遂行能力も有していることが代表的な性能となっているぜ。現在、第6世代戦闘機の開発構想は、フランス、ドイツ、スペインの共同開発による FCAS と、イギリス、スウェーデン、イタリアが共同開発を進めているテンペストが先行しており、有人機と無人機のチームを基本編成とした開発が進められているみたいだね。フランスとドイツが第6世代の先駆者になりつつあるんだね。ロシアは、スホイ57をベースとした MiG-41 の開発を進めていると噂されており、最大速度マッハ4で超高高度を飛行する能力を有するとともに、無人機としても運用可能ではないかと囁かれているよ。この MiG-41、早ければ2025年プロトタイプが登場するのではと見られており、西欧諸国は大きな脅威としてみなしている状況だね。そして中国はアンジェンやカユーと呼ばれる無人機の開発を進めており、これらが第6世代として登場するのではないかとされたことがあったんだけど、有人機の情報やこれらの無人機の開発状況を含めて、第6世代と見られる戦闘機開発について一切公式に認めている状況ではないんだ。中国においては、各国の技術を登用するスパイの暗躍が囁かれており、その成果もあってステルス性能においては、
すでに諸外国の性能レベルにまで達しているのではないかとも言われているな。世界各国の状況は今まで紹介した通りだけど、日本の動きはどうなっているのかが、やはり気になるところだよね。日本では、第6世代の名にふさわしい次世代の開発を、三菱重工業を基幹企業として川崎重工業、スバルー、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC の国内7社が協力して開発する取り組みが行われているよ。三菱重工業といえば、世界中にその名を轟かせたゼロ戦の生みの親でもあることから、今回の共同開発プロジェクトを令和のゼロ戦と表現している人も多いようだな。正直なところ、日本の飛行機開発は世界基準にはまだまだ達していない部分もあり、特に立ち遅れている自立型無人機開発についても、次世代機の開発と同時に進められることが期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカとオーストラリアが主となって行う合同軍事訓練タリスマンセイバー21については、みんなももう知っているよね。そんなタリスマンセイバー21に、なぜか韓国軍が参加しているという権利が発生しているんだよな。おかしな話だよね。もちろん、日本の自衛隊もしっかり参加して、連携を深めているんだけどさ。西側諸国とは言い難い韓国は何のためにやってきたんだろうな。さて、そんな面白い出来事もあったタリスマンセイバー21について、今回は詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。タリスマンセイバー21が行われたのは、2021年6月25日から8月7日までという、約1ヶ月半の長丁場だったよ。オーストラリアのクイーンズ州にあるショールウォーターベイ演習場などにおいて、アメリカとオーストラリアを主体としてイギリス、カナダ、ニュージーランド、韓国、そして日本の自衛隊も参加して行われたんだ。この演習は、アメリカ軍とオーストラリア軍が連携を図り、上陸作戦をはじめとする水陸両用作戦などの複雑な任務を実施できるように連動を高めること、が目的とされているよ。でも、実際のところはいつだって敵国に上陸することができることを誇示する面が大きいぜ。力を示して抑止力にするってわけだね。そして、訓練にあたって周辺の友好国、提携国、同盟国をそれぞれ招き、どの国ともアメリカは手を組んで行動が可能であることをも合わせて誇示したわけだね。では一体、誰にそれを誇示する必要があったのか。それはもう皆さんもお察しの通り中国であることは、間違いないよね。尖閣諸島、南沙諸島などで領土野心を隠そうとしない中国に対し、アメリカはいつだって上陸して追い出すぞ、一緒に戦う国だってこれだけあるぞと自意したいわけなんだ。オーストラリアも、中国との経済摩擦の影響を受け、発電燃料である石炭の輸出入でトラブルを抱えており、アメリカの中国にちょっとかましてやろうぜという誘いには、いつだって乗っちゃう状況だったから、今回の合同訓練は、まさに見てろよ中国という思いだったんじゃないかな。その証拠に、今回の訓練では海上艦艇によるゲリ作戦も展開され、アメリカ海軍、オーストラリア海軍、海上自衛隊のほか、カナダ海軍、韓国海軍の以下の艦艇が参加して行われるなど、大規模なものになっているぜ。この訓練では、オーストラリア東方海上において、戦術運動、射撃訓練、対戦訓練、通信訓練、電子戦訓練などで連携強化を図っていたけど、個人的には韓国が中国に告げ口したりしないかと不安になるんだよね。あの国ほど信用がない国はないからね。そして、参加した海上艦艇はアメリカ海軍からは強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦ジャーマンタウン、アーレイバーク旧駆逐艦ラファエル・ペラルタ、補給艦アラン・シェパード・ラパハノックなどと、明らかに海上機動兵力を誇示しているラインナップとなっていたよ。また、オーストラリア海軍からは強襲揚陸艦キャンベラ、ドッグ型揚陸艦チョールズ、駆逐艦ブリスベン、フリゲート・パラマッタ・バララットが参加し、アメリカの脇をしっかりと固める体制を構築していたんだ。2011年、当時のオバマアメリカ大統領とギラード・オーストラリア首相との間で実施すること約束され、以降10年にわたって連携を重ねている精鋭部隊となったんだよね。そして、2018年3月に新設された陸上自衛隊水陸機動団もこの訓練に参加したんだけど、ダーウィンローテーションに負けない連携ぶりを発揮し、各国関係者の注目を集めているよ。この部隊は、南西諸島などの離島防衛奪還を目的とする水陸両用作戦の専門部隊であり、明らかな目的を持って作られた専門部隊の一つなんだ。2021時点で、長崎県佐世保市愛の浦駐屯地に2個連隊、偵察中隊、施設中隊、通信中隊、
後方支援大隊、水陸機動教育隊が配備され、他に3つの分屯地に分散している兵員も含めると2400人規模となっており、将来は3個連隊3000人以上に拡大する構想もあると言われているよ。ここまでの機動兵力をなぜアメリカ、オーストラリア、そして日本が揃えているのかな？それは本土防衛はもちろんだけど、上述した通り敵国の侵入時に速やかに拠点に向かい制圧する抑止力としての一面があることも忘れてはならないんだ。そして、海上自衛隊から参加した艦艇にも注目があったよ。今回の参加艦艇は護衛艦マキナミだけだったんだけど、前回の参加艦艇はヘリコプター搭載護衛艦伊勢と輸送艦国崎という、ゴールデンメンバーが集結していたんだよね。この両艦は、アメリカ海兵隊と共同対処能力向上の訓練を実施して貴重な経験を積んだんだけど、今回の訓練に参加した水陸機動団第2水陸機動連隊は、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベルとドッグ型揚陸艦チョールズに分乗して上陸作戦を行ったんだ。自衛隊は、自国の艦艇のみならず、様々な国の艦艇に分乗して作戦を遂行する能力があることをまざまざと見せつけたってわけだね。そして前年度には、他国との艦艇と連携しての上陸作戦が可能であることを誇示しており、2年越しに見てろよ中国という、日本のプライドを誇示することに成功したわけなんだ。余談だが、タリスマンセイバー21は、各国海軍艦艇の辺境へ外的な要素を持っていることから、軍事アナリストやマニアの間でも注目の訓練となっているぜ。特に面白いのは現在のオーストラリア海軍艦艇で、これら辺境へ海に参加したことでオーストラリアがどんどん各国海軍の艦艇を購入したこともあり、まるでオーストラリア一国で多国籍軍的な状況になっているんだよな。でも、駆逐艦ブリスベンはスペイン海軍駆逐艦アルバロレナ3を原型とするホバート級、スリゲート艦パラマッタマララットは、ドイツ海軍の MEKO200 型スリゲート艦を元に設計されたアンザック級となっているぜ。そもそもオーストラリアは、自国でオリジナル軍艦を設計した経験もなく、単独で艦艇を建造した経験もない珍しい海軍だから、これからも一人多国籍軍状態が続くと思うから、マニアの方は必見だな。今回、アメリカ海軍の参加艦艇の中には強襲揚陸艦アメリカとドッグ型揚陸艦ニューオリンズ2隻がペアで運用されていたんだ。ちなみにアメリカ級では1番艦アメリカ、2番艦トリポリではウェルドッグが廃止されており、今回の訓練のように海兵隊上陸作戦を展開する際にはドッグ型揚陸艦とペアで行動することが多くなっているよ。なぜこうなったかといえば、当時にアメリカ海軍がアメリカ級フライトゼロの設計計画の際、今後大規模な水陸両用作戦が起こる可能性が低いと判断したため、航空運用能力強化に注力したことで、ウェルドック機能が廃止されたという経緯があるんだ。でも、2010年代になると、中国海軍が南シナ海の領有権を主張して、サンゴ礁に無理やり陸上基地を造成するなどの活動が活発化してきたことから、新たに当初揚陸作戦遂行能力が必要となっているよ。そのため、現在建造中のアメリカ級3番艦はアメリカ級フライト1とされ、LCAC 2隻程度を搭載できるウェルドッグが装備されることになっているってわけだね。こうして、様々な国の様々な事情が見え隠れするタリスマンセイバー21だけど、海上自衛隊の最新鋭艦である出雲型ヒューガ型護衛艦、あるいはウェルドッグを備えている大隅型輸送艦は派遣されなかったんだ。いや、あえて派遣しなかったという方が正解かもしれないね。それってなんでなの？今回の演習で、陸上自衛隊の水陸両用機動団は、オーストラリアとの連携により上陸演習を実施したが、これら他国強襲揚陸艦から上陸作戦行動を展開する可能性を十分に見せつけることができたからだな。もし、有事の際に大隅型が稼働できないような事態が発生したとしても、他国の強襲揚陸艦などを使用することができることが分かり、中国もうかうかしていられなくなったんだぜ。基本的に自衛隊のみでの作戦か日米合同の作戦の二つがあるわけだけど、そこに他の同盟国との合同作戦が加われば、中国も様々な対処が必要となるよね。中国の作戦計画では、自衛隊と米軍基地、日本国内にある主要なこれらの基地を先制攻撃で叩くのが基本構想なんだ。つまり、アメリカと日本の戦力を削げばいい、そんなシンプルな作戦計画でよかったんだけど、ここに第三国との連携が加わると、中国も様々な手立てを考えなくてはならないってわけ。日本とアメリカ潰しに躍起になっている間、第三国と連携した日本やアメリカが中国本土を吸収する、そんなシナリオなど、
今までの中国だと想定していなかったら良いからな。その中国だけど、タリスマンセイバー21の期間中、情報収集艦などを派遣して情報収集と警戒に当たらせていたんだ。これらの演習が、中国包囲網を形成することを理解している現れだと考えていいだろうね。これらの連携が、中国による強引な海洋進出や台湾侵攻、さらには尖閣諸島の実効支配など、中国の軍事行動に対する抑止力となることが期待されているってことだね。それにしても、気になるのは韓国軍だよね。うんうん、先ほども述べたんだけど、明らかに中国軍のスパイとしか見なせないんだよね。もちろん、その点は他の3カ国もしっかり警戒していることだろうな。アメリカにおんぶの抱っこの国防、それでいて中国に媚び、北朝鮮には良き隣人を自負する。このどっちつかずの国は、一体自国をどのように守るべきなのか、ポリシーがあるのか甚だ疑問だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。また次の動画で会おうね。韓国の強襲揚陸艦とされる輸送艦ドプトに続く2番艦マラドが就役したみたいだね。韓国の潜水艦か、新潜水艦の就役って大体ワクワクするんだけど、韓国が作ったものはな、何かしら問題点があるし、そう見てトラブルに見舞われる運命だよな。もうトラブルが起きてもそれが当たり前になりつつあるもんね。今回はそんな韓国の強襲揚陸艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月28日に韓国の慶尚南道の近海軍港にて、ドクト級大型輸送艦の2番艦としてマラドの甲板上において就役記念式典が行われたよ。マラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルであるのに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルと一回り大きいものとなっているよ。逆に乗組員数はドクトが約450名であるのに、マラドは約330名となっており、この14年間における小人力化が進んだ結果と見られているね。速力は洋艦とも約22ノットと海上自衛隊の出雲型の30ノットと比べて低速で、大隅型輸送艦とほぼ同じとなっているよ。また、ドクトマラド洋艦はどちらも完備にウェルドッグがあって、LSF2 型エアクッション型揚陸艇ホバークラフト2隻を収容できるようになっているんだ。この LSF2 型エアクッション型揚陸艇はアメリカ海軍の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇と同等の能力があるとされていて、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、戦車や自走砲なども搭載して上陸作戦に用いられるホバークラフトだね。なお、韓国海軍ではこのドクトとマラドの関係を強襲揚陸艦としているが、アメリカ海軍協会 USMI での分類ではヘリコプター揚陸艦 LBH とされているほか、米英海軍年間ではロック型輸送揚陸艦 LBD とされており、大隅型輸送艦を同じとされているぜ。マラドの全通飛行甲板には出雲型護衛艦と同じヘリ発着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプター発着が可能であり、垂直短距離離着陸機の運用が可能となるように、耐熱対策が施されているとされているけど、どうやらこれは垂直離着陸機 V22 オスプレイの発着艦が可能になる程度の耐熱処理のようで、F-35B の発着艦に耐えることができるのかは不明なんだ。また、ヘリコプターの格納スペースについては、現状では、CH-60 などの汎用ヘリコプターが2から3機置ける程度のスペースしか確保されておらず、後方の車両甲板を格納庫に転用して10機分のスペースであるため、実際に F-35B を搭載することになるとすれば、かなり大幅な艦内改修が必要となるだろうと言われているよ。なお、両艦に搭載されるヘリコプターはこの先、現在韓国海兵隊に配備されている国産の MUH-1 に変更される予定で、2023年に完了予定とされているな。ドクトとマラド違いってどんなところなの？ドクトとマラド違いについては、艦体の大きさだけでなく、護艦防御において大きな違いが生じていて、ドクトでは近接防御火器システムシウスがオランダ製のゴールキーパー2機であったのが、マラドではアメリカ製のファランクス2機に変更されているよ。ちなみにドクトに配置されたゴールキーパーは後部のものが、飛行甲板上の自軍のヘリコプターが社会に入ると迎撃してしまう欠陥が問題となったら笑い話があるぜ。また、近接防空ミサイルのドクトでは、
アメリカとドイツの共同開発による RAM116 が搭載されていたが、マラドネラ国産のミサイル垂直発射システム KVLS を採用して、2019年から量産が始まった国産の艦対空ミサイル階級を搭載することになっているらしいな。この韓国が開発した艦対空ミサイル階級は、その開発段階から物議を醸していて、性能評価試験で韓国海軍が命中率 90% と公表したんだけど、その試験設定がおおよそ敵の対艦ミサイル撃墜を想定したレベルに届いていないことが後に判明したんだよね。現代の対艦ミサイルはレーダーで捕捉されることを避けるため、海面スレスレの5から15メートルというシースキミングと呼ばれる超低空飛行で接近してくるんだけど、この試験では模擬目標を30メートル以上の高度で、しかも速度を通常のミサイルの速度約マッハ 0.9 の半分だったというんだ。高度は高いし速度は遅いし、まともなデータを取るための試験にはならないよね。この試験は全てコンピューターシミュレーションによるもので、超低空を飛翔してきた模擬目標には一発も命中しなかったため、30メートル以上の命中率を発表したとのご都合主義だったんだ。言うなれば、まともな試験では命中率 0% っていう驚異の数字を叩き出したんだな。しかもこの試験結果について韓国国会で大問題とされながらも、韓国海軍はこの高い高度で飛ぶプロペラ機しか撃ち落とせない艦対空ミサイルを、開発が完了したと宣言してしまったというのであるから呆れてしまうよね。階級は射程が 20km 前後とされていて RIM116 よりも長いんだけど、実はこの射程距離では近年の超音速ミサイルを迎撃することができないんだ。え、何のために開発したの？おもちゃかな？アメリカ軍ではこのような対艦ミサイルの高速化に対応するために、互換防衛用対空ミサイルの射程を最大 50km にまで伸ばした RIM162ESSM 発展型シースパローが開発されていて、日本でも日向型や汎用型護衛艦に搭載されているんだ。また、中国においても H96 という射程 40km の中距離艦対空ミサイルを054型 A フリゲートなどに搭載しており、韓国の階級はもはや時代遅れの近接防御ミサイルであり、韓国海軍は国産化にこだわるあまり防空能力を向上させずに低下させてしまったと言えるね。さらに、韓国は、海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化に刺激を受けて、3万トン級の軽空母を建造するとしていて、ロクトとマラドを運用することでノウハウを取得するというぜ。そのために F-35B の導入を決めてその準備を進めているんだが、このことでこの隣国は頭の痛い問題を抱えているんだよな。そうそう、F-35 については一定の飛行時間ごとエンジンのオーバーホールなどの大規模なメンテナンスが必要となるんだけど、これを実施できるのはアメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点 MRO&U に機体を持ち込むしかないんだ。日本では名古屋の三菱重工業の FACO F35 組み立て工場に設置されているんだけど、韓国軍が日本の拠点利用についてアメリカや日本からのオファーがないと抗議を申し立てたというよ。本来ならば韓国側からの依頼によって日本側が受諾するのが筋であるのだが、韓国は例の徴用工問題で三菱を相手取って賠償請求しているためにそれができないんだろうね。散々日本や三菱を攻撃してしまい頼めなくなった上に、自分たちの攻撃によって何か仕返しをされるに違いないとの疑心暗鬼に陥った挙句に、整備させてくださいと日本から頼めというのであるから困ったもんだぜ。やってること全部空回りしちゃってるよね。このままの状況が続けば韓国は、F-35 のメンテナンスをオーストラリアで行わなければならず、機体を運ぶのに際してドクトやマラドを航空機輸送艦として運用することになり、F-35 の運用に支障をきたすだけでなく、膨大な経費がかかることだろうね。ここ最近、韓国の司法によって徴用工問題の賠償を認めない判決が出始めているのは、このことを解決しようと日本のご機嫌を取ろうとしているのかもしれないな。しかしながら、東京オリンピックの選手村において反日の横断幕を垂らし、禁止されている政治活動を展開する様子を見れば、この隣国に対しては同情する余地などどこにもないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも動画を楽しみにしてくれて、ありがとうね。アザーアース、ありがとう、オリゴ糖。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 
ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴ糖。ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴ糖。ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴ糖。日本では空前の韓国ブームが起きているよね。ああ、韓国系ファッションやヘアスタイルがすごい人気を誇っているな。今はとりあえずそのあたりを抑えておけばおしゃれになるもんね。K-POP の影響は凄まじいものだよ。個人的に韓国の文化は尊重できるけど、韓国のものづくりに関しては、ね。そうだね。今回は韓国の潜水艦事情をドイツから得た技術とノウハウを含めて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国海軍は現在、最新型潜水艦 KSS-3 として水中排水量3800トンのドサンアンチャン補給、通常動力潜水艦の建造を進めていて、ネームシップのドサンアンチャンホが2021年8月13日に就役したのに続き2番艦アンム3番艦サルシンチェホが進水して偽装中らしいよ。この3隻は KSS-3 計画艦バッチ1と呼ばれて、巡航艦対地ミサイルなどを発射できる VLS ミサイル垂直発射システムが6セル装備されていて、先日ドサンアンチャンホが海中からのミサイル発射実験に成功したとの報道があったね。また、韓国海軍ではさらに発展させた KSS-3 計画艦バッチ2の設計を進めている上に、バッチ3が原子力潜水艦とする計画があると、韓国メディアが報じるなど潜水艦建造においてかなり鼻息が荒い状況で、日本のインターネット上では休戦中の北朝鮮と陸続きである上に領海面積が狭い韓国に、VLS 搭載潜水艦が必要とは思えず、ましてや原子力潜水艦を保有したところで使い道がないと思われると指摘することが多く、これらの潜水艦の使い道としては、日本を仮想敵国としているとしか考えられないと懸念する声もあるようだぜ。このようにオーバースペックなのではないかと思われる潜水艦の建造と開発を進めている韓国であるんだけど、これまで韓国がドイツの214型のライセンス生産である現在主力潜水艦ソンオニル級の運用状況を振り返ってみると、韓国のお寒い潜水艦事情が垣間見えるんだよね。韓国海軍は1980年代から潜水艦を保有する計画を立て第一段階として KSS-1 計画艦を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。ホバルツベルケドイツ造船のキール造船所で一番長歩行を建造する際に、韓国の大宇造船海洋の技術者たちが大津に派遣され、建造技術を学んだ上で2番艦及び3番艦はドイツから艦隊のパーツを送らせて、大宇造船海洋の玉浦造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法をとっており、4番艦以降はライセンス生産によって大宇造船海洋が国内建造を行ったが18隻の建造計画は9隻の収益で終了となり、韓国の潜水艦は時給のソンオニル級に移行したよ。第2段階の KSS-2 計画艦ソンオニル級には再びドイツの輸出用通常動力潜水艦214型が採用されたみたいだぜ。214型ってどんな潜水艦なの？214型は非対機依存推進システム AIP が導入され、水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増やされた発展型となっているよ。超歩行級で潜水艦建造のノウハウと技術を取得した大宇造船海洋がバッチ1の建造を担当するものと思われていたが、なぜか潜水艦建造経験がないヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったんだ。1番艦のソンオニルは2006年6月に進水したが、偽装中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明、
推進軸を交換するなどした後に2007年12月に就役し、さらに2008年12月に2番艦キョンジ、2009年12月に3番艦安住軍が就役した形になったよ。ところがここで韓国海軍は、潜水艦の建造経験のないヒュンダイ重工業を選んだことのツケを払わされることになるんだよな。まず1番艦ソンゴニルは就役後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦運用もできずに近海の試験航行が続けられていたが、2011年4月にその改修のためドック入りしたものの、解決することができずに20ヶ月間もそのまま放置されているんだ。1番艦の騒音問題が解決できないまま2番艦キョンジ、3番艦安住軍を就役させたが、2010年にはこの3隻全てが運用停止とされていたとして朝鮮日報などが報じているぜ。ああ、欠陥だらけでお金の無駄だね。その原因として明らかになったのは、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりするという由々しき問題で、1番艦ソンゴニルで2006年から2009年の間に6回発生、2番艦キョンジでは就役後2年間でやはり6回、3番艦安住軍では3回発生しているらしいよ。潜水艦でそんな問題が起きるなんて怖すぎだよ。当初は韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したが折れることはなくなったものの緩むことは解決することができなかったらしいよ。そこで HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく艦橋と甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことがわかり、金属板などで補強を実施して半年かけて解決したのであるが、その根本には韓国製造業への手抜き体質があるとも言われているな。日本がそんないい加減な国じゃなくてほんとよかったよ。自分たちが被害を被るだけならいいけど、他人に迷惑はかけないでほしいよね。結局のところ韓国企業においては、潜水艦に使用される超高強力鋼板を加工する技術力が不足していたことが原因とされ、4番艦2号については潜在潜水艦の建造経験を持つ外遊造船改良へと公募に建造することになったらしいぜ。しかし、これにて一件落着かと思われたソンヨミル級通常動力潜水艦であったが、さらに深刻なトラブルが待っていたようだぜ。このソンヨミル級通常動力潜水艦には非対機依存推進システム AIP が搭載され、浮上せずに数週間に及ぶ作戦行動が可能とされていたんだけど、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明したんだよね。214型の原型でドイツ本国やイタリア海軍が運用している 212A 型通常動力潜水艦でも故障は多く、6隻を保有しているドイツ海軍では2017年に全ての潜水艦が運用不能になるなどしているが、燃料電池の不具合によるとされるトラブルの報告はなく、韓国製の燃料電池不具合によるものである可能性が指摘されていて、就役前の燃料電池の故障が93回、就役後も102回の不具合が発生していたことが明らかになっているよ。三桁超えの不具合なんておかしいでしょ。この他にも4番艦までの全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を、40デシベル以上も超過していたことが2015年9月に判明したが、解決のめどが立たないため海軍では5番艦以降では要求性能の中に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めているというよ。さらに2021年7月にはこのソンヨミル級潜水艦艦名不明が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生してしまい、民間のタグボートに曳航されて出てきたばかりのドックに戻るという前代未聞の事故が発生しており、韓国製潜水艦の導入を進めているインドネシアなどが購入を躊躇していると言われているぜ。絶対買わない方がいいよ。いくら安くても、安全面でこれだけ問題があるんだから、無駄金になること間違いないんだから。このように、これまでに様々なトラブルを引き起こしている韓国潜水艦と比べると、海上自衛隊潜水艦においては、人為的なミスによる他艦船との接触事故以外に問題が発生したとの報告はなく、その静粛性と相まって世界に誇る優秀な通常動力潜水艦であると言えるよね。韓国海軍ではこの先ドサンアンチャン補給をさらに発展させ、その上で原子力潜水艦を保有するとしているが、ここまでの潜水艦建造技術を見る限り、ドサンアンチャン補給にも何らかのトラブルが高い確率で起こることが予想され、アメリカも原子力潜水艦の建造を許可することはないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国の遼寧を中核とする空母打撃群が、
尖閣諸島周辺海域で早期警戒ヘリの発艦を実施したみたいだね。まさに挑発と言っても過言じゃない声声だな。尖閣の周辺海域を我が物顔でうろついているんだから、ほんと迷惑だよね。自分たちの酔えろだと信じて疑っていないあたり、本当に立ちが悪いよな。歴史を読み解けば、尖閣が中国の領土じゃないことは明白なのにね。都合の悪い出来事をなかったことにするのは得意だもん。仕方ないよ。そうだね。今回は冒頭で述べた通り、遼寧を中核とする空母打撃群が、尖閣諸島周辺海域で挑発的な早期警戒ヘリの発艦を実施したことについてと、新型の055型駆逐艦など、空母打撃群の能力を向上させている中国軍への対抗策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする合計6隻の艦隊が2021年4月3日に沖縄本島と宮古島の間を通り、太平洋方面に進出して軍事演習を行っていたことが防衛省の報告があった時に驚いた方も多数いたんじゃないかな。しかし正確には、この時の遼寧を中核とする空母打撃群には、最新鋭の055型駆逐艦なんちゃんや052型054型駆逐艦、補給艦等が含まれていたが、日本の領海等への侵犯行為はなかったというのが事実らしいぜ。同時期に南シナ海においては米海軍の大型原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が、同海域における軍事演習を敢行しており、中国とアメリカ双方の G 行為が衝突するかのようだったね。当時の遼寧の航行の様子を映し出した画像が実はインターネット上に多数アップされていて、日本とアメリカの複数の艦艇や航空機が追尾行動を行っていることを公言していたよ。太平洋方面に進出した遼寧を中核とする空母打撃群は、台湾の東側に位置する西太平洋で軍事演習を行った後、その後は南シナ海へ軍を進み、さらに太平洋側から4月26日に今度は北上をさせたんだって。日本の自衛隊の艦艇や航空機の監視が行っている中で、翌27日には遼寧を含む中国の空母打撃群はついに尖閣諸島周辺海域に到達し、艦載機である早期警戒用のヘリを発艦させたため、航空自衛隊がスクランブルを発令したよ。遼寧ってどんな艦艇なの？この遼寧は中国海軍内では練習用艦艇として位置づけられており、基準排水量5万3千トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの規模を持ち、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦と同じスキージャンプ方式の航空母艦となっているよ。このためアメリカの大型原子力航空母艦のような固定翼の早期警戒機を搭載することができず、その任務に関しては大型ヘリが全て担っており、その意味では同じくイギリスのクイーンエリザベス級航空母艦などとの同様だと言えるぜ。また現在のところ海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀の航空母艦化改修が予定されているが、艦載機射出用のスキージャンプ方式のカタパルトを装備しない理由は、現存のヘリによる早期警戒機の運用が想定されている状況だからだな。一連の遼寧を中核とする空母打撃群の当時の行動を受けて、日本の岸防衛省は4月30日の記者会見において中国海軍の作戦行動範囲の拡大を危惧する声明を発表し、その行動に警鐘を鳴らして、特に海上自衛隊では緊張感を増したんだ。遼寧が艦載機としている J15 戦闘機は、中国の空母建造計画のために、新洋式工業集団及び601研究所により開発された艦上戦闘機となっているよ。NATO コードネームはフランカー X2 といい、ロシアのスホイ33の試作機を元にして中国が開発した機体であるが、そのベースよりは若干性能が劣るだろうと予測されてはいるんだ。また今回この空母打撃群には最新鋭の055型駆逐艦なんちゃんが加わっており、こちらは 052D 型駆逐艦の後継艦となっており、艦型が大きく装備も充実していることから、アメリカ国防総省や国際戦略研究所では本級をミサイル巡洋艦と位置づけており、NATO コードネームは連配型巡洋艦と呼称され、2020年から収益が開始されたまさに中国海軍最新鋭の水上戦闘艦となっているよ。055型駆逐艦なんちゃんはどんな駆逐艦なの？055型駆逐艦なんちゃんは、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊で、最大速力32ノット、
航続距離は5000海里とも言われており、運用構想においては空母の直営艦として機動部隊を構成するほか、自ら水上戦闘軍の機関となることも想定されているよ。これは米海軍の対艦ゼロが9巡洋艦の基準排水量7242トン、満載排水量9460トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートル、最大速力30ノット、航続距離が6000海里に劣らないということから日本にとっても驚異的な存在だな。性能所言の観点から見れば、この055型駆逐艦南ちゃんが艦縮分でいうところの巡洋艦に相当する規模を持っており、中国海軍としても初の本格的な外洋航海が可能な水上戦闘艦だと言っても過言ではないぜ。この055型駆逐艦南ちゃんの収益で、中国としては2隻目の国産航空母3トンや、以後の艦艇に対する防空能力が飛躍的に向上したと言われており、すでにこれを中国海軍では3隻収益させ、5隻が建造中であるというのが驚きであったね。現在の遼寧や山東に関しては、前述した通り航空機射出用のスキージャンプ方式のカタパルトを装備していない航空母艦だけど、3隻目以降は電磁式のカタパルトを搭載予定とも噂されており、原子力推進も視野に入れているということも囁かれているね。これらの母艦が収益を迎えるまでには固定翼の早期警戒機も中国は国産化してくるということも十分に予想されており、また艦載する戦闘機もステルス機を実用化してくることも確実であり、日本にとっても脅威の度合いはさらに増すと思われるよ。2021年5月1日にはイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスの空母打撃群が母港ポーツマスを出港し、最終的には太平洋に向かって日本にも寄港したが、このような遠征能力を中国海軍も身につけつつあるってところかな。あの1982年のフォークランド戦争以後は、こうした水上戦闘艦同士が戦闘を行った事例は一度もなく、近年では航空母艦という大型艦艇が実際に有効な戦力となるのかという異論の一部で唱えられているぜ。そういった声もあり、海上自衛隊の護衛艦出雲加賀の航空母艦化の話も、南西諸島への陸上滑走路が使用できない状況に陥った際への対処を日本が想定しており、空母打撃群としての打撃力重視へ生かすことができないというわけだな。もしも固定翼の早期警戒機を運用することが可能となれば、アメリカの空母打撃群に準ずる打撃力を中国海軍は手にするかもしれないが、個人的には中国の対処能力が低いとされる潜水艦で日本は迎撃して対抗すべきだと思慮するよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて感謝です。感謝です。へーへー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 。どこかで聞いた話だけど、有能な敵よりも無能な味方の方が自分の足を引っ張るっていうよね。まあ一理あるよな。内側に利敵がいるってのらゾッとする話だぜ。基本的に味方は味方として認識して作戦を組んでいくもんね。その前提が覆っちゃうってことがどれだけ恐ろしいことなのかは想像に難くないもん。誰とは言わないけどいい加減にしてほしいよね。まあその辺も含めて、今回は北朝鮮の瀬取監視に11月からニュージーランド空軍が参加したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも瀬取って何ぞやってなるよね。まずはじめに瀬取とは港湾を介さず洋上で船舶から船舶へ荷物を積み替えることであり、一般的には貨物船から橋家に移すようなことを指し、国連安保理決議によって経済制裁を課されている北朝鮮はこれに違反し、石油などを東シナ海や日本海などで他国船籍の船舶から自国の船舶に移し替えることで、隠れて密輸を繰り返していることが国際問題となっているんだ。ふむふむ。じゃあ橋家は？橋家とは河川や運河などの内陸水路や通常や港湾内で重い貨物を積んで、航行するために作られている平底の船舶のことだな。北朝鮮が橋家を使って東シナ海や日本海などで違法に実施している瀬取りは、核及び弾道ミサイル開発を止めない北朝鮮への制裁措置として国連安保理決議で禁止されており、警告を無視する現状において国連加盟各国が監視を強化しているよ。最近では瀬取りを禁止させるため、2021年10月から11月上旬までの予定でフランス空軍の海上哨戒機、
ファルコン 20G とカナダ空軍の対戦哨戒機海洋艦式 CP-140 オーロラが派遣されていたが、これに続いて今度はニュージーランド空軍から対戦哨戒機 P3K2 オライオンが、1月上旬から下旬まで派遣されることが決定したんだ。実はニュージーランド空軍の哨戒機が派遣されるのは、2018年9月、2019年10月、2020年10月、2021年4月から5月に続いて5度目となっており、同空軍のターボロップエンジンが4機搭載されたプロペラ機の P3 対戦哨戒機オライオンで、その運用開始からすでに60年以上経過しているが、今でも世界で運用されているほど信頼が高いぜ。双発ジェットエンジンのボーイング社の P8 ポセイドンや自衛隊では国産の P1 哨戒機に変わりつつある中で、ニュージーランド空軍の P3K2 はグラスコックピットが採用されるなど近代化が進んでいる機体となっているよ。この北朝鮮の瀬取り監視にあたっては、これまでもアメリカやオーストラリア空軍の P8A ポセイドンなども参加しており、いずれも沖縄本島にある米空軍の嘉手納基地を活動拠点にしていて、この海上監視哨戒活動には海上自衛隊や海上保安庁も任務を担っているんだ。2000年代後半から北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射実験を行っており、それに対し国連安保理事会からは11回も決議が採択され、石油や軍事関連物資などを禁輸する経済制裁が2021年現在も継続されている状態なんだよね。この監視体制の中、北朝鮮が発見されにくい洋上での瀬取りで石油などを密輸しており、経済制裁の効果が出ておらず、国連加盟国は海上哨戒機や海軍艦艇、警備艇などで監視を強化しているが、2021年になった現在でも一向に収まる気配は見られないな。この北朝鮮の瀬取り監視活動参加国は、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国であるが、監視に従事する艦艇が、台湾海峡を通過して移動することが頻繁にあり、このことで東シナ海や南シナ海における中国の海洋進出への牽制としての、航行の自由作戦を副次的な目的として行われているんだ。日本では海上自衛隊、海上保安庁が日本海や東シナ海における監視活動を行っているが、重点監視対象の東シナ海においては、ほぼ毎日のように中国海警局艦艇の尖閣諸島進出対応も実施しており、手薄になりがちな東シナ海中央部は瀬取り銀座とも呼ばれるほど瀬取りが横行しているんだよね。ほんと中国は迷惑だよね。むしろ二国が共謀しているんじゃないかとも勘ぐってしまうよ。2018年の1月から5月の間に北朝鮮は20隻以上の船舶によって延べ回数89回以上にわたって瀬取りを行っており、決議で制限された以上の石油を密輸したとされ、アメリカ政府は国連安保理に北朝鮮に密輸を企てる黒幕として、中国とロシアの企業が関連していることを報告しているね。2018年5月3日には東シナ海の公海上で韓国船籍のタンカーが北朝鮮船籍のタンカーに横付けしている様子が確認され、韓国が瀬取りに関与していることが疑われているんだ。監視活動参加国に韓国の名前が挙がっていて不信感はあったけど、やっぱりって感じだね。この時の韓国政府は否定したが、韓国の各港で北朝鮮産の石炭搬入を確認されているため、アメリカ政府が7月に韓国政府とムンジェイン大統領に対して、北朝鮮の石炭を輸入することは制裁決議に反する行為だと警告しているよ。警告後の韓国船舶が北朝鮮船舶との間で瀬取りを行っていることが相次いで確認されており、韓国の輸入業者3社が2017年4月から10月にかけての半年間で北朝鮮の石炭や鉄鉱石など、約3万5000トンをロシア国内で積み替えて産地偽装を行って韓国に輸入したことも発覚しているぜ。もう確定で黒じゃんこんなの。ウィールストリートジャーナルは韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認しているか、あるいはむしろ奨励している可能性があるとし、証拠は明白ではないが禁輸していないことは明らかであるとした上で、韓国が国際的な制裁を十分に遵守するつもりがないのではないかとの疑いが増している。と2019年4月3日に批判コメントを出しているよ。2020年12月には韓国国籍の石油化学製品運搬船のエルゴーが、北朝鮮船舶との瀬取りを行っていたためマカオ近海で中国海警局に抑留される事件も起きており、その現場を発見し追跡した上で拿捕し、1週間の立ち入り検査などを受けてエルゴーは釈放されたんだ。国連常任安保理事国である中国自ら国連安保理の経済制裁決議に対して露骨に違反を繰り返しており、
北朝鮮に食料や原油などを輸出して対北朝鮮制裁委員会の報告によると、2020年に摘発された中国の制裁違反事例は60件まで上がっているぜ。そんな中国が、韓国の船舶を制裁違反として抑留したというのには寸判ものの話であるが、これはアメリカに対して北朝鮮の隣国である韓国でさえこのような違反をしているのであるから、中国ばかりを責めるなとのメッセージではないかと言われているな。この韓国船舶による制裁違反と韓国政府との間の関連性は明白ではないが、前途した様に韓国側の瀬取りが相次いで発覚していることは、韓国政府の責任論が国際社会で高まっているのは事実だよ。韓国が瀬取り監視に積極的に参加している情報は少なく、数年前の海上自衛隊哨戒機へ韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事件の際も、北朝鮮の船舶が傍らにいたことから瀬取りに関与中で自衛隊哨戒機に探られないように、追い払おうとしたのではないかと見る向きもあり、国際社会の中における韓国への信用はどんどん低下しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 ホンドラ、お隣韓国とオーストラリアが何かまちまちやってんな。あれ、日本と韓国じゃなくて、オーストラリアが揉めてるの？日本と韓国はフェイス同士が常に揉めてるが、今回は韓国とオーストラリアのメディア同士が揉めてるって感じだな。そうだね、オーストラリアのオーストラリア戦略政策研究所が韓国が進めている、軽空母プログラムについて税金の無駄遣いだと批判したんだ。もちろん、こういう批判を受けるとプライドが高く気が短い国民性のお隣韓国はブチ切れだよね。オーストラリアこそ無駄が多い装備の調達をやっていると猛反発して、この論争バトルに発展したんだ。別によ、よその国が勝手に言ってることなんて無視しとけばいいだけなのにな。本当に韓国は揉め事が好きだよな。これまでだってそうだったじゃん。自分たちは他国を批判するのに、自国が批判されると目の色変えて怒り出すよね。それは国民性としか言いようがないよね。日本メディアというものは、自国は褒め倒して他国を批判するもんだからね。それを真に受けて、揉め事に持っていくあたり韓国らしいよね。中国とアメリカには、何言われても聞こえないふりしてるけどな。確かに。今回は、この韓国とオーストラリアの揉め事を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国がブチ切れた内容は、ASPI オーストラリア戦略政策研究所が発表した。必要のない空母の調達を試みる韓国という記事なんだ。これは15年ほどアメリカの航空宇宙産業関連メディアでアジア太平洋方面を担当してきた、ブラッドリー・ベレット氏が執筆したもので、そこにあなたが韓国人でないことを感謝すべきだとまで書かれていたんだよ。ここまでこき下ろされて、プライドの高い韓国人が黙ってるわけがないよね。そりゃあ、なかなか痛烈な批判だな。韓国人全員を敵に回すような記事が。でもさ、今の時代なら空母を保有するなんて当たり前のことなのに、なんでそこまで批判されたんだろう？ベレット氏の執筆内容を詳しく見ていくと、朝鮮半島は非常に狭く北朝鮮から祖国を守るためだけなら、陸上基地からの航空カバーで十分だから、空母を海に浮かべて、F-35 による航空カバーを別途整備するのは税金の無駄遣いと指摘してるんだよね。北朝鮮以外の周辺国に対応するためだとしても、ミサイルや潜水艦の攻撃に弱い空母を狭い海域で運用するのはナンセンスだ、とも指摘されている。簡単に言うと、韓国に空母は必要ないのに、なんで無駄なお金使ってまで空母必要なの？頭おかしいの？ってことだよ。いやいや、そこまで言ってないじゃん。大丈夫ですか？少し考えましょうねぐらいでしょ。いや、まあまあどっちも言い過ぎだからね。実は、韓国政府だってそれくらいのことはわかってるはずなんだよね。なのになぜ多額の費用をつぎ込んでまで、空母を必要だとしてるのか？結局のところ、やはり行き着くところは国民性って話になるんだよね。韓国が空母を欲しがる本当の理由は、民族の潜在的な欲求ってこと。え、どういうこと？日本に対するライバル心ってことさ。海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化を進める日本への対抗策ということだね。日本を出し抜きたいというナショナリズムを利用して数十億ドルもの税金を虚栄心を満たすためだけに、空母につぎ込む無駄な軍事プロジェクトを進めてるってことなんだよね。要は日本が空母化を進めてるから、こっちも負けられない。本当は必要ないけど負けたくないから買ってしまおう。ってことだね。
なんとも韓国らしい考え方だよな。どうしても日本にだけは遅れは取りたくないって考えなんだろうね。さらに記事にはこんなことも書いてあったよ。韓国は空母に国産レーダー、国産の垂直発射装置、国産のシウスなんかの装備を新たに自国で開発して、空母に採用しようとしている点で、入手可能な装備を再発明することで飛躍的に何かが向上するわけでもないのに、わざわざ国産化を進めるのは、テクノナショナリズムでしかないと切り捨てて、この記事を読んでいる読者が、軍事プロジェクトに多額の税金を投入して、無駄にする韓国の国民でなくてよかった、とまで書いていたから、それは韓国側は怒り心頭だよね。メリット氏もなかなかの怖いもの知らずだよな。こんなこと書いたら韓国民が何するかわかんねえぞ。この国民が今やね1世紀近く前のことで日本に因縁つけて絡んでくるような国だからな。一生恨まれるぞ。怖いベレットさん、絶対韓国には行かないでね。この記事に対して韓国の反応はどうなんだ。韓国のメディアは、あなたが韓国人でなかったことを感謝すべきだという記事は韓国人を怒らせるには十分だ、と語り、ベレット氏が韓国の軍事プロジェクトに噛みつくのは彼の祖国オーストラリアが100兆ウォンもの税金を投入して防衛育成産業に失敗したためで、新興国の韓国が2兆5000ウォンで国産空母を調達したことに嫉妬しているだけだ、とベレット氏の記事に対して反論したそうだよ。え、いつも日本に嫉妬して難癖つけてくるくせに、韓国がこんな指摘をした理由としては、オーストラリアは防衛産業育成を通じて製造業の立て直しを試みたんだけど、コリンズ艦の性能は期待外れで、オーストラリア海軍にとってイージスシステムを初めて採用したホバート級駆逐艦は、韓国の駆逐艦より小型なのに調達コストは 2.5 倍と高価で、スペインの設計を有用して建造したキャンベラ級強襲揚陸艦は F-35 運用というオプションを想定していたけど、本当に F-35 を導入するには大規模な改良が必要になってしまい、事実上空母の調達に失敗したからだ指摘したんだよね。入手可能な装備を自国開発することは無駄で、テクノナショナリズムと指摘された件に関してはどうなんだ。その件に関してもオーストラリアは防衛産業育成に失敗したため、武器の国産化に関する利点や波及効果を経験したことがなく理解できないのだろうと、これも激しく反論したんだ。お互いかなりバチバチだな。韓国人はプライド高いからな。いつまで経ってもこの論争は終わらねえぞ。本当にその辺にしといた方がいいよベレットさん、と言いたいところだけど、さらにベレット氏は韓国の KFX は21年前に開発された FA18EF ブロックの再開発に過ぎず、国産軽武装ヘリコプター LAH は、軍の需要だけでは成立しないため、同一機体で民間需要にも対応するため妥協しただけの産物だと、またこき下ろしたんだ。もうやめとけって、いつまで経っても終わらねえぞ。別に韓国とオーストラリアの問題だからいいじゃん。日本は関係ないんだしさ。実はこの記事には、日本のことも書いてあるんだよね。マジかよ、日本にもベレット氏は喧嘩売ってんのか？なんて書いてあんだよ。日本にもコストがかかり正当性を疑うような国産兵器プログラムがいくつもある、と韓国に対してほど痛烈ではないけど批判されてるのは間違いないよね。ちょっと、と思ったが日本人はこの程度の批判なんて相手にしないけどな。勝手に言ってろよって感じだな。正直、他国の安全保障上の決定にオーストラリアの国防戦略に特化したシンクタンクが、ここまで過激に噛みついて批判する必要があったのかは謎だよね。他国の軍事評論家の話では、ベレット氏が所属する ASPI の運営には、オーストラリア国防省からの資金が流れ込んでいるから、アタック級潜水艦プログラムに集まっている不満を散らす目的で、今回の記事が作成されたんじゃないか？なるほどな。自国への不満の他国を非難することでて、それは韓国のやり方と一緒じゃねえかよ。確かにそうだね。どっちもどっちってことだね。でもこの論争は、これからも大引きそうだよね。日本は関わらないようにしとこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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 沖縄の風の基地にアメリカ軍の F-22 ラプターが飛来したんだってな。F-22 ラプターが沖縄に来るのはかなり久しぶりだよな。F-22 ラプターといえば、ロッキード・マーティン社とボーイング社が共同で開発した隠密性が高いステルス戦闘機だよね。そうだね。ラプターは猛禽類の意味で、
空戦による戦闘空域の制圧を任務とする制空戦闘機として開発されたんだ。開発元のロッキード・マーティン社は航空支配というキャッチフレーズを用いてるそうだよ。ほえ、なかなか強気なキャッチフレーズだな。F-22 はステルス性が高いこと、アフターバーナーを使用しないで超音速巡航ができること、短距離離着陸ができるという三拍子揃った性能を持っているんだ。現在の世界の戦闘機の中では最強じゃないの？うん、最強と言っても言い過ぎではないよね。ステルス性能が高いということで、敵側のレーダー探知距離を短くして、相手がこちらを発見する前に、こちらが相手を発見し空対空ミサイルで先制攻撃することが可能になり、よく映画なんかで見るようなドッグファイトになる前に、先に攻撃して撃墜までできる優れた性能なんだよね。ロッキード・マーティン社は先制発見、先制攻撃、先制撃破と呼んでいるようだね。その性能プラス、約1000メートルの短距離で離陸も可能なんだよね。いや、やっぱ最強やんか。うん、最強だね。その最強戦闘機が、なんで今回は沖縄入りしたの？訓練か何かのためかな？今回はなぜアメリカ軍の最強戦闘機 F-22 ラプターが沖縄入りしたのか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。少し前の話になるんだけど、2020年12月に沖縄の嘉手納基地にアメリカ空軍の第6世代戦闘機 F-22 ラプターが2機到着したことを一部のメディアが報道して話題になったんだ。これが事実なら沖縄嘉手納基地への F-22 ラプター戦闘機の飛来は2018年以来の出来事で、このアメリカ軍の行動は中国や北朝鮮への牽制ではないかと言われてるんだ。確かにこの通りアメリカは中国や北朝鮮と特にごたついてた気がするな。突然、日本の沖縄に最強の戦闘機を送り込むのは何か考えがあってのことなんだような。そうだよね。前回の沖縄飛行から2年も経ってるんだもんね。訓練とかならもっと頻繁に来るはずだもんね。今回のラプターの嘉手納基地入りを指摘したのは、アメリカの民間航空機追跡サイトからの情報で、グアム島の空軍基地から空中給油機 KC-135R を随伴させていたみたいなんだ。翌日には同じくグアムの基地から戦略爆撃機 B-1B ランサーが発進し日本海方面に進出している。アメリカ大統領選の行方を注視する北朝鮮や中国への牽制行為ではないかと言われてるんだ。2021年は相変わらず微妙な緊張状態が続いてるみたいだが、それ以上のことまでは起きてないからな。バイデン政権になっても、なんとか有事が起きずに進んではいるよな。でも相変わらず北朝鮮がミサイルバンバン撃ってるし、中国も近隣諸国へのちょっかいが続いてるからな。決して落ち着いているというわけじゃないから、ちょっとのきっかけで何が起こるかわからないよね。確かに先行きは不安だよね。何も起こらないことを願うしかないね。日本でも2020年12月に航空自衛隊の次期型戦闘機の開発が本格的に始められたんだけど、現在の F-35 ライトニング戦闘機を調達する前は F-22 ラプターの調達も検討されてたんだよね。年々軍備の強化を図る中国に対して、数的優位性ではかなわないので、質的優位だけは確保しようという考えがあったんだろうね。なぜ、F-35 ライトニングじゃなく F-22 ラプターにしなかったんだ？うん、それはね、単純にアメリカが売ってくれなかったんだよ。日本としては F-22 ラプターを調達しようと再三アメリカに掛け合ったそうなんだけど、アメリカ議会側は F-22 の輸出を認めないことを決定したんだよね。最新鋭の最強の戦闘機を調達できなかった日本は選択肢が F-35 ライトニングしかなかったということだね。なんだよアメリカらよ。同盟国にぐらい売ってもいいだろうがよ。ケチくさい国だぜ。ケチくさいって、確かに同盟国くらいには売ってくれてもいいと思うよね。F-22 ラプターは2005年からアメリカ軍では実装されてんだけど、2021年になった現在でも、世界最高の制空戦闘機と言われていて、小型の廉価版の F-35 をはるかにしのぐ性能なんだよね。F-22 ラプターを日本の自衛隊も導入したかったね。残念でならないよ。たくさん製造して日本にも回してくれてもよかったのにさ。うん、当時の航空自衛隊は F-22 戦闘機を何としても導入したかったみたいだけど、その製造コストの高額さから、わずか200機ほどの生産で打ち切られてるんだよね。何？アメリカでも200機ほどしか製造されてなかったのかよ。そりゃ日本に売ってもらえないわけだな。現代の空中戦では戦闘機同士が交戦するような事態はほとんど起きないだろうけど、仮にそのような事態が発生したとしても、古い世代の戦闘機が F-22 を撃墜することはかなり難しいだろうね。F-22 の高いステルス性能は、
現在においても敵のレーダーを無効化できると言われていて、敵を一方的に攻撃することが可能だと言われてるんだ。さらに空対空、空対地、空対艦などの様々な兵装の長射程化が進んでいることで、敵に全く把握されることなく、リスクを犯すことなく任務遂行ができるってことだよ。性能を聞けば聞くほど最強だね。敵国の中国やロシアなんかも、さすがにこれには対抗できないかな。中国やロシアだってもちろんこれに対抗するために第5世代戦闘機を投入してきてはいるんだけど、F-22 ラプターはもちろんだけど F-35 ライトニングにさえも、ステルス性能では劣っていると思うよ。でもね、中国やロシアもこのままじゃまずいよね。戦闘機ここの性能ではアメリカが頭一つ抜けてるから、戦闘機じゃなくレーダーや、センサー類を進化させることに取り組んでいるんだよね。近い将来、F-35 も F-22 も簡単に捕捉されてしまうレーダーが開発されるだろうね。でも、そうなるとアメリカがさらに高いステルス性能を持った戦闘機を開発するか、さらに敵に探知されない位置から攻撃できる長射程の兵器を開発するんだろうな。いたちごっこってやつだね。さらに現在は着々と実用化に向けて開発されてる兵器もあるもんな。うん、そうだね。今各国で最も開発に力を入れている兵器は無人機だろうね。たった一人で何機もの無人戦闘機を安全な位置から操縦して、任務を遂行できて、さらに損耗を気にしなくてもいいんだからね。無人機を各国が導入するとまた戦闘のあり方みたいなものが大きく変わるだろうね。アメリカの第4世代戦闘機の F-15 戦闘機は、湾岸戦争などでも撃墜された記録はなく、圧倒的な生存力らしいが、F-22 ラプターも撃墜されることはなさそうだよな。日本が導入した F-35 ライトニングはどうなんだよな。F-35 も F-22 に比べると少し見劣りするかもしれないけど、かなり優れた戦闘機だからね。撃墜されるってことはそうそうないと思うよ。それに今は確かに F-22 よりも劣っているかもしれないけど、日本の自衛隊が運用し、改良を重ねていくことで、将来 F-22 に劣らない性能まで日本の開発者や技術者たちは、F-35 を仕上げるかもしれないよ。戦闘機開発はアメリカが今は一歩リード。でも近い将来日本が追いつきそうな気がするのは私だけかな？追いつくどころか追い越すことを信じてるぜ。今後も世界の戦闘機事情には注目していこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。これからもよろしく。次の動画も見てね。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 アメリカとオーストラリアが主となって行う合同軍事訓練タリスマンセイバー21については、みんなももう知っているよね。そんなタリスマンセイバー21に、なぜか韓国軍が参加しているという珍事が発生しているんだよな。おかしな話だよね。もちろん、日本の自衛隊もしっかり参加して、連携を深めているんだけどさ。西側諸国とは言い難い韓国は何のためにやってきたんだろうな。さて、そんな面白い出来事もあったタリスマンセイバー21について、今回は詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。タリスマンセイバー21が行われたのは、2021年6月25日から8月7日までという、約1ヶ月半の長丁場だったよ。オーストラリアのクイーンズ州にあるショールウォーターベイ演習場などにおいて、アメリカとオーストラリアを主体としてイギリス、カナダ、ニュージーランド、韓国、そして日本の自衛隊も参加して行われたんだ。この演習は、アメリカ軍とオーストラリア軍が連携を図り、上陸作戦をはじめとする水陸両用作戦などの複雑な任務を実施できるように連動を高めること、が目的とされているよ。でも、実際のところはいつだって敵国に上陸することができることを誇りする面が大きいぜ。力を示して抑止力にするってわけだね。そして、訓練にあたって周辺の友好国、提携国、同盟国をそれぞれ招き、どの国ともアメリカは手を組んで行動が可能であることをも合わせて誇示したわけだね。では一体、誰にそれを誇示する必要があったのか。それはもう皆さんもお察しの通り中国であることは、間違いないよね。尖閣諸島、南沙諸島などで領土野心を隠そうとしない中国に対し、アメリカはいつだって上陸して追い出すぞ一緒に戦う国だってこれだけあるぞと自意したいわけなんだ。オーストラリアも、中国との経済摩擦の影響を受け、発電燃料である石炭の輸出入でトラブルを抱えており、アメリカの中国にちょっとかましてやろうぜという誘いには、いつだって乗っちゃう状況だったから、
今回の合同訓練は、まさに見てろよ中国という思いだったんじゃないかな。その最後に、今回の訓練では海上艦艇によるゲリ作戦も展開され、アメリカ海軍、オーストラリア海軍、海上自衛隊のほか、カナダ海軍、韓国海軍の以下の艦艇が参加して行われるなど、大規模なものになっているぜ。この訓練では、オーストラリア東方海上において、戦術運動、射撃訓練、対戦訓練、通信訓練、電子戦訓練などで連携強化を図っていたけど、個人的には韓国が中国に告げ口したりしないかと不安になるんだよね。あの国ほど信用がない国はないからね。そして、参加した海上艦艇はアメリカ海軍からは強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦ジャーマンタウン、アーレイバーク旧駆逐艦ラファエル・ペラルタ、補給艦アラン・シェパード・ラパハノックなどと、明らかに海上機動兵力を誇示しているラインナップとなっていたよ。また、オーストラリア海軍からは強襲揚陸艦キャンベラ、ドッグ型揚陸艦チョールズ、駆逐艦ブリスベン、フリゲート・パラマッタ・バララットが参加し、アメリカの脇をしっかりと固める体制を構築していたんだ。2011年、当時のオバマアメリカ大統領とギラード・オーストラリア首相との間で実施すること約束され、以降10年にわたって連携を重ねている精鋭部隊となったんだよね。そして、2018年3月に新設された陸上自衛隊水陸機動団もこの訓練に参加したんだけど、ダーウィン・ローテーションに負けない連携ぶりを発揮し、各国関係者の注目を集めているよ。この部隊は、南西諸島などの離島防衛奪還を目的とする水陸両用作戦の専門部隊であり、明らかな目的を持って作られた専門部隊の一つなんだ。2021時点で、長崎県佐世保市愛の浦駐屯地に2個連隊、偵察中隊、施設中隊、通信中隊、後方支援大隊、水陸機動教育隊が配備され、他に3つの分屯地に分散している兵員も含めると2400人規模となっており、将来は3個連隊3000人以上に拡大する構想もあると言われているよ。ここまでの機動兵力をなぜアメリカ、オーストラリア、そして日本が揃えているのかな？それは本土防衛はもちろんだけど、上述した通り敵国の侵入時に速やかに拠点に向かい制圧する抑止力としての一面があることも忘れてはならないんだ。そして、海上自衛隊から参加した艦艇にも注目があったよ。今回の参加艦艇は護衛艦巻波だけだったんだけど、前回の参加艦艇はヘリコプター搭載護衛艦伊勢と輸送艦国崎という、ゴールデンメンバーが集結していたんだよね。この両艦は、アメリカ海兵隊と共同対処能力向上の訓練を実施して貴重な経験を積んだんだけど、今回の訓練に参加した水陸機動団第2水陸機動連隊は、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベルとドッグ型揚陸艦チョールズに分乗して上陸作戦を行ったんだ。自衛隊は、自国の艦艇のみならず、様々な国の艦艇に分乗して作戦を遂行する能力があることをまざまざと見せつけたってわけだね。そして前年度には、他国との艦艇と連携しての上陸作戦が可能であることを誇示しており、2年越しに見てろよ中国という、日本のプライドを誇示することに成功したわけなんだ。余談だが、タリスマンセイバー21は、各国海軍艦艇の偏評外的な要素を持っていることから、軍事アナリストやマニアの間でも注目の訓練となっているぜ。特に面白いのが現在のオーストラリア海軍艦艇で、これら偏評会に参加したことでオーストラリアがどんどん各国海軍の艦艇を購入したこともあり、まるでオーストラリア一国で他国籍軍的な状況になっているんだよな。でも、駆逐艦ブリスベンはスペイン海軍駆逐艦アルバロレナ3を原型とするホマート級、フリゲート艦パラマッタ・バララットは、ドイツ海軍の MEKO200 型フリゲート艦を元に設計されたアンザック級となっているぜ。そもそもオーストラリアは、自国でオリジナル軍艦を設計した経験もなく、単独で艦艇を建造した経験もない珍しい海軍だから、これからも一人多国籍軍状態が続くと思うから、マニアの方ら必見だな。今回、アメリカ海軍の参加艦艇の中には強襲揚陸艦アメリカとドッグ型揚陸艦ニューオリンズ2隻がペアで運用されていたんだ。ちなみにアメリカ級では1番艦アメリカ、2番艦トリポリではウェルドッグが廃止されており、今回の訓練のように海兵隊上陸作戦を展開する際にはドッグ型揚陸艦とペアで行動することが多くなっているよ。なぜこうなったかといえば、当時にアメリカ海軍がアメリカ級フライトゼロの設計計画の際、今後大規模な水陸両用作戦が起こる可能性が低いと判断したため、
航空運用能力強化に注力したことで、ウェルドック機能が廃止されたという経緯があるんだ。でも、2010年代になると、中国海軍が南シナ海の領有権を主張して、サンゴ礁に無理やり陸上基地を造成するなどの活動が活発化してきたことから、新たに当初揚陸作戦遂行能力が必要となっているよ。そのため、現在建造中のアメリカ級3番艦はアメリカ級フライト1とされ、LCAC 2隻程度を搭載できるウェルドックが装備されることになっているってわけだね。こうして、様々な国の様々な事情が見え隠れするタリスマンセイバー21だけど、海上自衛隊の最新鋭艦である出雲型ヒューガ型護衛艦、あるいはウェルドックを備えている大隅型輸送艦は派遣されなかったんだ。いや、あえて派遣しなかったという方が正解かもしれないね。それってなんでなの？今回の演習で、陸上自衛隊の水陸両用機動団は、オーストラリアとの連携により上陸演習を実施したが、これは他国強襲揚陸艦から上陸作戦行動を展開する可能性を十分に見せつけることができたからだな。もし、有事の際に大隅型が稼働できないような事態が発生したとしても、他国の強襲揚陸艦などを使用することができることがわかり、中国もうかうかしていられなくなったんだぜ。基本的に自衛隊のみでの作戦か日米合同の作戦の二つがあるわけだけど、そこに他の同盟国との合同作戦が加われば、中国も様々な対処が必要となるよね。中国の作戦計画では、自衛隊と米軍基地、日本国内にある主要なこれらの基地を先制攻撃で叩くのが基本構想なんだ。つまり、アメリカと日本の戦力を削げばいい、そんなシンプルな作戦計画でよかったんだけど、ここに第三国との連携が加わると、中国も様々な手立てを考えなくてはならないってわけ。日本とアメリカ潰しにやってになっている間、第三国と連携した日本やアメリカが中国本土を吸収する、そんなシナリオなど、今までの中国だと想定していなかったらよいからな。その中国だけど、タリスマンセイバー21の期間中、情報収集艦などを派遣して情報収集と警戒に当たらせていたんだ。これらの演習が、中国包囲網を形成することを理解している表れだと考えていいだろうね。これらの連携が、中国による強引な海洋進出や台湾侵攻、さらには尖閣諸島の実効支配など、中国の軍事行動に対する抑止力となることが期待されているってことだね。それにしても、気になるのは韓国軍だよね。うんうん、先ほども述べたんだけど、明らかに中国軍のスパイとしか見なせないんだよね。もちろん。その点は他の3カ国もしっかり警戒していることだろうな。アメリカにおんぶの抱っこの国防、それでいて中国に媚び、北朝鮮には良き隣人を自負する、このどっちつかずの国は、一体自国をどのように守るべきなのか、ポリシーがあるのか甚だ疑問だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。また次の動画で会おうね。世界にはいろんな軍事兵器がたくさんあるよね。潜水艦一つをとっても、原子力潜水艦と通常動力型潜水艦に分かれるし、原子力潜水艦も戦略型や攻撃型に分かれるもんね。人の歴史は戦いの歴史だもんな。人の生活が豊かになる技術は、ほとんどが戦いに投入されているし、その逆もしかりだぜ。実際、戦いなくして人類の発展はありえなかったって声もあるし、戦いを一概に否定することはできないよね。こうやって軍事兵器の性能に手放しでワクワクできる時代こそ、平和なのかもしれないよね。もちろん、官僚や為政者たちからすれば、仮想敵国に対する抑止力やいろんな思惑があるんだろうが、一般市民が兵器に対して期待したり興奮したりできる時代は幸せなのかもしれないな。そうだね。さて、今回のゆっくりは、少し思考を変えて潜水艦の最強ランキングを独断と偏見で紹介していくよ。もちろんいろんな意見があって当然だから、視聴者のみんなも、自分はこれが一番って思う潜水艦があれば、遠慮なくコメントで教えてね。それじゃあ行ってみよう。さて、まずは原子力潜水艦版ランキングを紹介していくよ。第5位にランクインしたのは、イギリスのヴァンガード級だね。1993年に就役したヴァンガード級潜水艦は、水中排水量16,236トンを有し、弾道ミサイルはアメリカ原子力潜水艦と同じくトライデント D5 射程距離約10,000km を16機備えており、その攻撃力は現在においてもかなりのものを有しているんだ。
さらにイギリス海軍は、次期戦略型原子力潜水艦としてドレッドノート給水中排水量17,200トンの開発を進めており、2028年の一番艦配備を目標に計画されていますが、建造費高騰によりイギリス国会において野党の攻撃の的になっているよ。イギリスとしては、大西洋におけるシーレーンを各自に保持したい意向があることから、引き続き潜水艦開発に力を入れる意向を示しているみたい。第4位にランクインしたのは、アメリカのオハイオ級7、オハイオ級潜水艦が1番艦オハイオが1981年に就役、水中排水量1ヨロズ9000トン、弾道ミサイルトライデントロボを24機搭載していることで、現在でもかなりの攻撃力を発揮する潜水艦として運用されているぜ。収益通常8隻中1番艦から4番艦ジョージアまでは弾道ミサイルではなく、巡航ミサイルトマホークを搭載した SSBM として運用しているな。現在、アメリカ海軍は次期戦略型原子力潜水艦コロンビア級水中排水量28000トンの開発を進めており、2031年の1番艦就航を目指して計画を進めているようだぜ。第3位にランクインしたのは、ロシアのボレイ級だよ。ロシアのボレイ級潜水艦は1番艦が2012年に就役しており、現在の原子力潜水艦の中でも最も若い艦齢であることから、世界最新鋭の原子力潜水艦といっても過言じゃないよ。搭載しているのは世界最新の弾道ミサイルであり、アメリカとの戦略型原子力潜水艦対決をあからさまに標榜している艦種とも言えるね。排水量は 19,711 トンで世界最大、ボレイ級の整備により既存のタイフーン級潜水艦が全て退役することで、現在就役中のロシアの戦略型潜水艦はデルタ4、デルタ3とこのボレイ級となるんだ。デルタ級は1979年から1990年就航であることから、今後はボレイ級に統一する意向があると思われているの。けど、ロシア海軍の予算問題は深刻で、冷戦時代のように戦略型原子力潜水艦を整備するだけの予算が確保できない実情があり、果たしてどこまでこれらの整備計画が実現するのかは不透明なんだ。第2位にランクインしたのは、ロシアのヤーセン級だね。ロシアの原子力潜水艦には、2013年に就役した巡航ミサイル搭載型のヤーセン型もあるんだけど、巡航ミサイルを搭載した戦略型原子力潜水艦としては、世界最新鋭と考えてもいいんじゃないかな。ヤーセン級は、もともと弾道ミサイルを搭載してなかったんだ。だけど、その船体のベースとなったのは攻撃型原子力潜水艦アクラ系なんだ。アクラ級に匹敵する排水量17,800トンの巨体を有しつつ、攻撃型潜水艦並みの高い運動性能を誇ることから、アメリカも脅威を覚えていると言われているよ。そんな高性能潜水艦ヤーセン級だけど、その建造費は16億ドルと言われており、あまりに高価格に建造が進まない実情があるようだね。そして栄えある第1位は、フランスのルトリオン3級だぜ。この潜水艦の特徴は、発生させた電気でモーターを回して推進するターボエレクトリック式推進システムを採用していることだな。このシステムの導入により、静粛性に問題がある原子力潜水艦の中でも極めて静かな潜水艦だと言われており、他国もその技術力に注目しているらしい。また、弾道ミサイルだけではなく巡航ミサイルも搭載していることから、EU 諸国において主たる軍事力を誇るフランスの独自性を誇張するためのスラッグシップ艦とも言えるだろうな。さて、次は攻撃型原子力潜水艦ランキングを発表していくよ。まず、第5位にランクインしたのは、イギリスのスチュアート級だね。排水量7519トンと軽快なイメージを持たせるスチュアート級は、イギリス第5世代攻撃型潜水艦であり、1番艦が2010年に配備されて以来、現在も新造配備が続いている潜水艦だよ。第4世代トラファルガー級よりも、空気搭載量及び静粛性が向上しているんだけど、速力に問題があり、最高水中速力も他国の同種潜水艦の、基本スペックであるとされる30ノットに満たないと言われているんだ。第4位にランクインしたのは、アメリカロサンゼルス級7、水中排水量7124トンと、これも軽快なイメージを持たせるアメリカの潜水艦だが、すでに62隻も製造されており、アメリカ潜水艦の中ではかなりのベストセラーとなっているぜ。このベストセラー潜水艦、40番艦以降から海ロサンゼルス級と呼ばれており、近代的な潜水艦にリニューアルされているが、すでに生産が終了させており、次期型潜水艦バーギニア級に更新予定となっているな。第3位にランクインしたのは、ロシアのアクラ2級だよ。
アクラ級は、アメリカとソ連の冷戦時代において、ソ連がロサンゼルス級潜水艦に対抗する意味で開発された高性能攻撃型潜水艦なんだ。このアクラ級に改良を施し、静粛性を高めたのがこのアクラ2級だね。アクラ2の最終版艦でパートナーは2001年に就役しているんだけど、この時点ではアメリカのシーウルフ級に対抗することができず、後継改良型のアクラ3型もわずか2隻の建造で終了することになっちゃったんだ。第2位にランクインしたのは、アメリカのバーギニア級だぜ。水中排水量7925トンのバーギニア級は、先代のロサンゼルス級の次世代潜水艦として一番艦が2004年に就役している。シーウルス級から徹底したコストダウンを図った量産型ではあるが、その性能は極めて高いようで、ロシアのアクラ級などの性能はすでに凌駕していると思われるな。見事、第1位にランクインしたのは、アメリカのシーウルフ級だね。冷戦時代、ソビエト海軍潜水艦を圧倒する性能を有する潜水艦として建造され、その高性能から冷戦際的なしとなったほどだよ。その代償として、1隻あたりの価格が21億ドルとなり、29隻建造する予定であったもののその半数にも満たない、わずか3隻で建造が中止されてしまったんだ。それじゃあ最後に、通常動力型潜水艦ランキングを発表していくよ。第5位にランクインしたのは、ドイツのタイプ214だよ。ドイツ潜水艦タイプ214水中排水量1700トンは、ドイツにおいて開発された潜水艦だけど、韓国においてライセンス生産されていることでも有名だね。韓国においては、自国内で建造が行われ、AIP スターリングエンジンを搭載した1番艦が2007年に就役したんだけど、雑音問題や航行中にボルトが緩むなどのトラブルが起き、整備運用にかなり手を焼いたみたい。第4位にランクインしたのは、オーストラリアのコリンズ級だよ。コリンズ級潜水艦水中排水量3407トンは、スウェーデンのコックマス社が設計し、オーストラリア国内でライセンス建造されているよ。1番艦は1996年に就役しているけど、就役後から問題が多く、特に水上航行が長時間に及ぶとプロペラが破損するなどの重大なトラブルが起きたほか、潜望鏡の倍率を切り替えると焦点が合わないなど、実用能力を満たすまでにはかなり時間がかかったみたい。その後オーストラリアは、次世代潜水艦として日本とフランスの最新鋭潜水艦を検討していたんだけど、結局はフランスのバラクーダ級を採用することに決定したんだ。第3位にランクインしたのは、スウェーデンのゴトランド級だぜ。水中排水量1625トンのゴトランド級は、AIB スターリングエンジンを搭載した潜水艦で1996年に1番艦が就役しているな。スウェーデンでは1960年代から原子力に頼らない通常動力型の潜水艦を開発するにあたり、スターリングエンジンの研究を進めていたぜ。第2位にランクインしたのは、ドイツタイプ212となっているよ。ドイツの最新鋭潜水艦タイプ212水中排水量7859トンは、2005年に1番艦が就役しているね。ドイツはタイプ212に開発に成功し、世界で初めて AIP 搭載型潜水艦の開発に成功しているよ。またドイツは、タイプ209など潜水艦のライセンス契約を進め、世界17カ国に潜水艦を輸出していたんだ。現在はタイプ214を輸出しているんだけど、タイプ212の輸出については現在検討中とのことだよ。というのも、ドイツ国内でタイプ212の運用に支障をきたすトラブルが頻発して、輸出できるほどのアピールができていないのが実情のようだね。第1位に輝いたのは、我らが日本の双竜級だよ。日本の双竜級通常動力型潜水艦水中排水量4200トンは、世界に誇る潜水艦として、数多くの国から注目を集めているよね。双竜級の建造は2009年に1番艦が就航以来、継続して進められてきたんだけど、12隻目で当初の計画を終了したんだ。世界初のリチウムイオン電池の搭載艦として、世界一静音性のある潜水艦として注目を集めており、今後も海双竜級の開発計画が進められているよ。以上、種別に分けてランキングを紹介したんだけど、気になるのは中国の潜水艦が一切ランキングに入ってこなかったことかな。実際、中国でも戦略型原子力潜水艦の開発が進められ、弾道ミサイル搭載型の潜水艦の開発はすでに完了。2015年には1番艦が就航しているものと思われているよ。だけど、ミサイルの射程の問題、雑音問題の解決に手こずっているとも言われており、まだまだ日本やアメリカの後塵を拝している状況だね。今後、尖閣諸島や台湾への領土的野心を抜き出しにするならば、潜水艦の面においてもさらに開発を加速させることは、
間違いないだろうな。ランキングを見てみると、日本の双龍級の評価が高いのは、本当に勇気づけられるよね。双龍級の存在が、中国の横暴を抑止しているとすれば、このような技術開発にもっと力を入れてほしいって思ってしまうよね。もちろん、潜水艦だけでなく空母、護衛艦、アメリカとの連携など、総合的なパッケージのポテンシャルを高めて、隣国の脅威から日本を守ることに全力を尽くしてほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。